はい、皆さんこんばんは、ライライテイター南店の、渡辺です。本日はですね、YouTube の、深夜のまかない飯コーナーという企画がですね、うちのお店の方へ、回ってきましたので、今回、まかないの方を作っていきたいと思います。今回、ご紹介させていただくお料理なんですけども、チンジャオロースの方をご紹介させていただきたいと思います。では早速なんですけども、調理の方へ取り掛かりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、チンジャオロースの方で使わせていただく、食材の方をご紹介させていただきたいと思います。使わせていただく食材はですね、まずこちら右手からですね、豚バラ肉 300g を細切りにしたものですね。と次こちら隣が、ピーマン3個を、細切りにさせていただいたものと、こちらが、タケノコ水煮のやつですねを、一袋分細切りにさせていただいたものとなります。で次こちらですね、こちらがオイスターソース大さじ1杯と、こちら、料理酒大さじ1杯と、こちらが、醤油ですね大さじ1杯です。で次に、こちらニンニク小さじ1杯と、こちら生姜が小さじ1杯と、最後に砂糖ですね、砂糖の方が小さじ1杯となります。はい、では、お料理の方は、僕ではないんですけども大平くんの方へ、お願いしていきたいと思いますので、大平さんお願いいたします。はい、はい、ではですね、まず油を、鍋に、しっかり引いてもらいまして、引いて、フライパンの方の温度を軽く、上げてもらってからお肉の方を、入れていきたいと思います。でお肉の方をですね軽く炒めていただいて、しっかりまず全体にね火を通してもらいます。で、火が通ってきたら、お野菜の方をね、入れていきたいと思います。どう、緊張してる？めちゃめちゃしてます。あ、美味しいチンジャオロースを作ってください。はい、はい、では、野菜の方を、入れていきたいと思います。野菜の方を入れていただいて、軽くね、野菜の方がしなり出してきてから、こちら先ほどの、オイスターソース、お酒、醤油、砂糖、ニンニク、生姜をね、混ぜたこちらの方の、タレをですね、入れていきたいと思います。あ、いい匂いしてきたね。そうですね、めちゃめちゃ美味しそうやん。美味しそうな匂いですね、ほんま。これはやばいな、うまそうやな。これ絶対うまいです。めちゃめちゃ来てるな、これ。もうお腹なってまいりますね。めちゃめちゃええ匂いしてる。で、こちらですね、先ほどのね、入れてもらったタレの方の水分が飛ぶまで、しっかりお鍋の方でね、ちょっと煽ってもらって、で煽り終わりましたら、完成となります。はい、ではこちらですね、できました、チンジャオロースでーす。イエーイ、めちゃくちゃ美味しそう。乾杯ですね。はい、では大平さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、では先ほどね、自ら作ってもらったチンジャオロースを、はい、食べていってもらいたいと思います。はい、
じゃあいただきます。はい、どうぞ。いただきます。はい、めっちゃいい匂い、うまそう。もう匂いがな、すごい伝わってきてるわ。うん、めっちゃうまいですね。めちゃうまい、はい、もう仕事終わりに最高の一品です。あ、仕事終わりに最高の一品、はい、自画自賛ですね。そうですね。おお。うん、またこのご飯とも合いますね。ご飯とも合う、うん、もう米好きからしたらもう最高です。最高ですか。はい、でね、あの一味とかも入れてみたら、あ、はいはいはい、はい、お酒の今度当てになると、うんうんうん、いい感じにおつまみとかもできるんでね、うん、いい感じだと思います、うん、で、ご家庭でも簡単に作れるものなんで、うん、皆さんもぜひやってみてもらえたらいいかなと思いますんでね、はい、それではまたありがとうございました。Thank you.